こんにちは。ここは八幡浜駅、これから伊予鉄特急バスに乗って松山市駅に向かいます。 JR の普通列車は1300円なので、まあ、大体金額は同じです。今回乗るバスは13時55分発ですね。
松山市駅に到着しました。今回は伊予鉄特急バスに乗って八幡浜から松山市まで移動しました。ご視聴ありがとうございました。